はい、どうもこんにちは。王様ラスアカデミアマネージャーの西出と申します。でこのチャンネルではですね、いつも通りなんですけれども、まあ、海外でテックスクールっていうのを営んでいるマネージャーの西出っていう人間の観点からですね、まあ、未来を生きるにあたって大事になりそうな知識だとか、まあ、ナレッジっていうのを得られるような本とかっていうのを紹介させていただいています。でですね、今回はですね、テックスクールとは関係ないように見えるんですけれども、会計の世界史っていう本を紹介したいなと思ってます。でまあ、今の世の中って、まあ、皆さんご存知の通り資本主義っていうような仕組みで回っていて、それってまあ会社っていうふうな存在がまあ存在することによって回っていたりとかするんですけれども、でも特に日本人の人多いなって思うのが、会社って何なのとか、まあ、会社、まあ、その資本主義社会における株式会社ってどういう仕組みなのかであんまり分かってない人たくさんいるなって思っていて、それって結構実は日本人やばいなっていうようなところだったりとかするんですよねと。で実際会社っていうのは利益っていう食物を食べた上で、まあ、その人件費だったりとかエクスペンス、マーケティング費用みたいなものとかっていうのをある種の消費として使うことによって、その中で利益っていうのをまあちゃんと残しておくことによって自分たちが成長していくっていうふうなことをやっている、ある種の、まあ、まあ法人格って言われるように人間とか生命体と同じようなものなので、じゃあそういう株式会社っていうものがどうやって新陳代謝して生きているのかっていうふうなものが、この会計っていうものによって僕たちは学ぶことができるので、まあ、やっぱり資本主義の社会にギリギリ生きていて、でまあ資本主義どうなるかみたいな話はまたあるんですけど、でもまあその資本主義社会で生きているそのメインアクターである個人みたいなところが会社であり、その会社がどうやって生きているのかっていうのを学ぶのが会計だったりとかするので、会計を知っていくことっていうのはすごく大事なんですよねと。じゃあその会計っていう仕組みとか会社っていう仕組みがどういうふうに生まれてきたのかっていうところからストーリーベースで学んでいくと、人ってこういうことって分かりやすかったりとかするんで、単純に簿記でこれをどこに費用として換算しましょうみたいなことを勉強しても全然面白くないから、歴史っていうのをストーリーとして学ぶことによって、まあ、僕たちは会計がどういうものなのか、会社とはどういうものなのかっていうのを分かりやすく学べるっていうのがこの会計の世界史って本ですと。でこの方自身もなんか冒頭とかで書いてたと思うんですけど、ストーリーベースに仕立てることによってその会計をより学びやすく、まあ、腹落ちしやすくってイメージができるようになるっていうことを、目的として書かれている本なので、非常に読みやすくて分かりやすい本になってたりとかします。で、まあ、この会計っていう仕組みなんですけど、まあ、そもそもなんか例えばこの本の中でもイタリア、イギリス、アメリカっていうふうなところで3つのそのステップを踏みながらこの話をしてるんですけど、まあ、会計の仕組みっていうのは例えばイタリアっていうところがすごく大事なんですけど、まあ、なんかその中世のヨーロッパって12世紀くらいからレコンキスタとかでどんどん国土回復運動で、まあ、なんかそのまあ、イスラム教に、まあ、侵されてたところっていうのをどんどん回復していって、それで中世ヨーロッパが、まあ地中海 の交易圏みたいなものをどんどん広げていって、で最終的にインドまでたどり着くっていう風な感じになって、東方貿易っていってインドから香辛料とかを買ったりとかしていくっていう風な仕組みがどんどん広がっていったのが12世紀から15世紀のルネサンスに向けて、まあ、12世紀ルネサンスから一般的なルネサンスっていうところに300年から400年かけてそういう東方貿易っていうのが広がっていったんですけど、まあ、その時に例えばイタリアっていうところが地中海交易のヨーロッパ側の拠点になっていて、でそれでインドまで行って戻ってくるのに2年3年かかるっていう風な状況の中で、行って戻ってきたら香辛料で売り上げが立つけど、行くまでのお金がかかるから銀行からお金を借り入れるみたいな仕組みとかになっていたりとかして、会社っていう存在がちっちゃいそのなんか個人事業主みたいな状況からなんかすごい大きなお金を、資金として持たなきゃいけない大きな仕組みになっていって、でそんな中でイタリアの中でカンパーニュっていう風な言葉がカンパニーの上になったりだとか、あとはバンコって呼ばれる仕組みがバンクっていう風な銀行の上になったりとかするっていう風な感じで、まあ、金融のシステムが生まれたとか株式会社が生まれたっていう風な源流をたどっていくと、そのまあ12世紀ルネサンス以降ルネサンスにかけてのイタリアっていう風なところとかで、まあ、そういう風な会計の仕組み、会社っていう仕組み、銀行っていう仕組みが生まれてきたっていう風なことが書かれてたりとかするんですね。で、まあ、そういう風な形で、まあ、そのある一定規模 の、まあ、その経営体っていうものが生まれてきて、それが19世紀の半ばになってイギリスに行くと、まあ、その鉄道が発生すると、でこれ鉄道が発生すると、まあ、これがイギリス編になるんですけど、鉄道が発生してくると、鉄道ってあんなに土地全部鳴らして全部バーって引いて全部鉄でそれをやって、でさらに機関車っていう鉄の塊を作って、で石炭っていうのをある一定の規模で全部準備してっていうふうなことをしなきゃいけないんで、これ初期投資が圧倒的に必要で、またあの同じく、まあ、東方貿易と同じ仕組みなんですけど、めっちゃお金を資金調達しなきゃいけないっていう仕組みが生まれてくると。でこの資金調達をするにあたって、でもそれが生まれたら便利になるからみんなお金貸してね、でそれがうまくいった時には利益を上げるからっていうふうな形で株式会社として株券を出して、それで配当を配るみたいな形で、今僕たちが思っているような株式会社的な仕組みっていうのは、まあ、イギリスとかで
まあ、その鉄道会社とかが大きくなった時に生まれてきたみたいな話になってるんですよね。で、まあ、そんな中でそのなんか株式っていうのを発行してお金をもらう、まあ、投資活動が生まれてくる。でそれがどん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 肥大化していって、まあ、そういう株式会社の仕組みだとか証券マーケットっていうのが徐々に生まれていくんですけど、これがさらに20世紀前半のアメリカになって、まあ、皆さんもご存知の1929年アメリカ大恐慌によって、まあ、世界が破綻するみたいなことがあったりとかするんですけど、そのタイミングで実は僕たちが今思っている証券取引における、まあ、1929年の後、まあ、フランクリン・ルーズベルトっていうアメリカ大統領が入って、まあ、フランクリン・ルーズベルトが証券取引法っていうのをきちんと法律として定めることによって、もしかすると破綻するかもしれない企業に対してはちゃんと監査しましょうだとかっていうふうな形で、まあ、証券取引がどんどんバブルになって崩壊する、バブルになって崩壊するっていう仕組みに対して法整備と、まあ、証券取引法と証券取引マーケットっていうのを、まあ、整備することによってバブルが簡単に生まれないような法整備をした。これが1929年から1930年以降の、まあ、アメリカにおけるニューディール政策だったりとかすると。で、まあ、こういうふうな仕組みとかで、じゃあその、まあ、会社の仕組みとか会計の仕組みとかっていうふうな歴史とかを学んでいくと、例えば2年か3年くらい前にブロックチェーンが生まれて ICO っていうふうな形で、まあ、資金調達をする新しいブロックチェーンベースの、まあ、資金調達の仕組みってあったりとかしたと思うんですけど、でもあれって今一旦下火になってるのはなぜかというと、誰でもが ICO できる仕組みだったがゆえに、その人の事業が本当に成功するかどうかがわからないから、それをちゃんとチェックした上でやらないと1929年アメリカ大恐慌と同じようなこと起こるよねっていうふうなリスクがあるから、ICO に対して法整備をしなきゃねっていうふうなところとかで、まあ、各地域、まあ、中国とかもそうですし、一部の国っていうのは ICO を規制したりだとか、まあ、禁止したりとかしている。でも今後絶対 ICO っていう仕組みは本当に価値がある仕組みには絶対になってくるので、まあ、監査の仕組みだとか、まあ、証券取引の仕組みみたいなものは絶対に法整備されていって、新しくそのブロックチェーンベースの新たな経済圏だとか、まあ、資金調達の方法っていうのはおそらくもう一回社会に対して実装されるタイミングが来るだろうみたいなことを、こういう証券取引法の歴史だとか会計の歴史だとか株式会社っていう経営体がどうやって歴史上生まれてきたのかっていうふうなことを分かって、で会社っていう 会社の仕組みとして、会社の生きる都心を管理している会計の仕組みっていうのを知っておくことによって、まあ、未来の会社とか未来の経営っていうのがどういうふうになっていくのかって分かったりとかしますし、そしてそれを知っていることっていうのは、まあ、今のグローバル経済の中で資本主義社会で僕たちまだ生きているので、まあ、資本主義の中で生きるんであれば、こういうことを知っておく、会計の仕組みを知り、そして知るんであれば、まあ、ストーリーベースで歴史から知るっていうような仕組みっていうのはすごく大事かなと思うので、この会計の世界史っていう本を読んで、まあ、その なんですかね、誰かのストーリーを読むかのように、会社っていうのはこういうやつなんだよっていうふうなことを知れるのがこの本なので、ぜひぜひですね、まあ、なんか今後生きるにあたって、できれば大学生のうちにとかっていうふうな観点で、まあ、この世界史のか、あ、会計の世界史っていう本を読んでおいていただけると、あの非常にいいのかなと、社会人としてのリテラシーが高まるんじゃないかなみたいなことを思ったりとかしています。というところで今回会計の世界史のご紹介でした。ありがとうございました。